この田んぼ見てわかる通りすごい湿原で、僕らの地方だと方言で樹類って言うんですけど、で樹類田んぼって原因は分かってて、一つはまあこういう土手やあの建物家とかそういうとこがある方は上から雨とか降っても下の田んぼに集まるんで、やっぱ土手側っていうのは水はけが悪くなって乾きが悪いっていう、まあそういう田んぼじゃなくても樹類田んぼっていうのは水の落とし口、まあ僕ら後口っていうんですけど、後口があの高いとこにあるともうそれで水はけが悪くなるので、だいたいそういう田んぼ、まあ、割田の田んぼとかニコイチになってる田んぼって、まあ、後が高いです。それが原因で水はけが悪くなってまあはまりやすい、スタックしやすい田んぼ、まあ単純にあの水入水の水が出てくるところが壊れてて水がずっと出てるとかそういうのもあるし、あと建物で日陰になってて樹類田んぼ、あとは、まあ、なんか何かしら穴がある田んぼがあるんですけど、まあ、その穴がどういう理由でか分かんないですけど、そこに行くとめちゃめちゃ深いような、床が深いような田んぼ、まあ、多分土だったり土質のことでなんかそういう田んぼがあると思うんですけど、で僕らはそういう田んぼはあのホイールタイヤで行くんじゃなくて、ああいうセミクロパークロ、まあ、おにぎりみたいなトラクターでやったりするのと、まあ、あと樹類田んぼを起こすのに何が一番あの大変かっていうと、要はスタックしないようにするのが重要なんで、まあ、やっぱ起こし方としたら、でスタックする理由っていうのも大体決まってて、まあ、こういう土手側の方にスタックする場合は、まあこういう正面から出ればまっすぐ出れるんで力が入るんですけど、この角とかそういうとこではまるとずっと、要は右だけはまったりすると右の方にずっと行っちゃう、そういう理由です。まあ、やっぱこっちの方はまだそんなに沈まないんですけど、向こうの方が緩いですね。で久保田の MR97、 前はホイールで後ろはクローラーで、こんな感じ。多分収穫もハマっちゃうんで、横でなってます。こういうなんか油が湧いてる田んぼっていうのもなんか結構わらちもこんな感じです。
でもうちょっと時間かかっちゃうんですけど、これもう全部バックでやって終わらせようかなと。で次の工程をもうまあバックで。先に起こしたいと思います。まあ一応こんな感じですね。まあこれから資料書く前にまたもう一回起こしに行くんですけど、まあとりあえず一発目はまあもうちょっと土手とか寄りたかったんですけど、まあスタックする危険性もあるのでちょっと逃げてやりました。元はこの田んぼ本当必然だったんで一回レンコンにしたりしたんですけど、まあその時代ってホイールのトラクターしかなかったんで、まあただ機械も進化してああいうハーフクローラーがあるんで稲に戻った感じですね。まああと、まあ、今若い子たちとかって結構上手なんですけど、まあこういう危険な田んぼも極力ハマってほしくないんですけど、やっぱハマらないとどこまでいけるかっていうのがわからない。まあ僕もだし他の先輩とかもしょっちゅう昔ハマったりして、それでどこまで下がれるかとかどの田んぼはいけるかとかっていうのが分かってくる。まあだからなかなか難しいですけど、まあチャレンジしてまあハマったら怒られたりするんですけど、まあそれで
チャレンジ精神は忘れないでほしいですね。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。